で、よろしくお願いします。お待たせしました。急ぐと4人で浜松エレクトリカルミュージックのステージを始めます。最後までごゆっくりとお楽しみください。Stop!
ファイヤーで出てました。めっちゃ聞いちゃったよ。うちで飼ってる黒猫の歌なんですわ。どんだけ大げさやねんって感じなんですけどね。あの黒猫を飼ってて、黒猫魔法使いやなと思って作った曲でございまして、まあ、2017年12月3日ね、まあ、今日半末ホースお集まりいただきました皆様、こんばんは。いいご挨拶ですね。メソポタミアでございまして、浜松エレクトリカルミュージックで全曲オリジナルでお届けします。昨日ね、あのワンダープラスレッドステージ、そして今日のワンダープラスグリーンステージ、2日、スタッフの皆さん、まあ、本当お疲れ様でございます。そして何よりもね、来ていただいたお客様、お客様ありがとうございます。あのお客様来ていただかないとね、イベントっていうのは成り立たないものですから。で、このワンダーっていうイベントはね、ね、ちょっとあの笹井くんがね始めたんですよ。で、金からエネルギーをいただいて、そのお礼としてね、彼のことを忘れちゃいけない。きっとね、ここで見てると思うね、彼はね。そういう思いで演奏したいと思います。エネルギーという曲を聴いてください。
確かに形作る今確かに確かに生まれる最近出たかエネルギーいつもありがとう、メンバー紹介したいと思います。ギターハドソンです。でコーラスナイルです。パフォーマンス担当メソポちゃんです。PA 担当ホースの村松さんです。照明担当ホースの鈴木さんです。そして、ボーカルパッドシンセ担当チグリスでございます。よろしくお願いします。続きましてブルースリーという曲をいってみたいと思います。ショートでいきます。
がとうございます。そしてメンバー紹介の鈴木、グー担当、ここにいる皆さんです、ありがとうございます。グー担当ってもうちょっと言い方考えておきます。ですね、ブルース・リー好きなんで作ったんですけど、次あの私の架空の話でございます。架空っていうか勝手に想像した話で、少女の気持ちになって書いてみました。少女がですね、田舎から都会に出てきて、で田舎のぬくもりを感じたという曲でございます。題してぬくもりでございます。踊って人の影
ありがとうございました。ぬくもりでございました。なんでこんなおっさんがそんなに曲書くかちょっと今日はフレッシュな日なんでフレッシュな気持ちで歌ってみました、ね、あの2年目の社員とか6年生とかね、小学校6年生とか、あ4年生だっけ、なんかやってましたけどね、その人たちに分けない気持ちで彼女の曲を歌います。彼女なんですからメソポちゃんは彼女なんですけど、メソポタミアという曲を歌います。川の
ともに旅は最後の曲になりました。この曲はですね、人の中からと申しまして未完成です。皆さんこのですねリズムに合わせて手拍子をいただくと完成するというそういうシステムになっております。皆さん手拍子をお願いします。2017年12月3日浜松ホースにお集まりの皆さんの手拍子は実に素晴らしい。そのままの手拍子を続けてください。最後に言いたいことありますよね。はい、実行委員の紹介。今回ですね、グリーンステージということで今日2日目になりましたけれども、2日目の方は、軽音楽部の若手の、スタッフの人たちがずっと作り上げてきてくれました。ここでまたあのスタッフの人たち紹介したいと思います。まず、リーダーで実行委員長やってくれた千田君。皆さんもここを作っていただいたスタッフということになります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来年もね、できるかもしれない。若い力にかかっております。
こんな年寄りに、最後任しちゃいけない若い人たちがね絶対取りやるべきだと思います。また来年頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。実行委員の方はお時間の方大丈夫なんでしょうか。はい、一つ若い力として言いたいことがありま す、はいはい、しょう。よろしいでしょうか。はい、じゃあ武藤さんお願いします。例のもの武藤さん武藤さん肉声で言うちょっとあの皆さんにお配りするものがあるんですけれども、はい、今日はあの、まあ、半券あの入場するときに切ったと思うんですけども、そちらを見ていただきますと、まあ、あの一番大きくワンダープラスって、まあ、上の方に書いてあると思うんですよね。まあ、今日もいろいろさまざまなワンダーがありました。飲み会で、バンド結成しようって言ってバンド結成した人がいたり、まあ、自分たちのところもちょっとあの急遽人がいなくなって突然こうお願いしてやってもらったりとか、そういういろいろワンダーがありましたと、もうちょっとかかりますね。まあ、そういうさまざまなこうワンダーがつながって今日とか明日を作っていくんだなというのをさっきあのメソポタミアさんの演奏を聞きながら考えたんですが、まあ、一方で今日はクリスマスライブ、クリスマスでワンダーということで、まあ、一番何がクリスマスのワンダーかなと考えたら、まあ、やはりサンタかなということで、まあ、最後はここにいる皆さんでサンタの曲を歌って盛大にクリスマスライブ締めたいなと思います。はい、それでは、皆さん歌詞の方準備よろしいでしょうか。 OK です。はい、それでは、2017年クリスマスライブワンダープラスグリーンステージ最後の曲です。サンタが街にやってくる。終了となります。
皆様お忘れ物などないようにお気をつけてお帰りください。最後に今日1日あ2日間ですね、はい、2日間にわたってPA など、ご協力いただいた浜松スポーツの皆さんに盛大に、拍手お願いします。はい、それでは、お客様の方はもうお帰りいただいて結構です。で、出演者の方はこの後片付けがありますのでご協力をお願いいたします。